1ページの4番の問題です。長方形 ABCD の対角線 BD で折り曲げてこういった図形を作ると、その時に1番角 BD、 この角を求める問題で、ここを折り返したのでこのここと同じ角度になります。で、長方形だからこの角 A は90度だから、三角形 ABD の内角の180から68と90を引くと出てきます。180引く90引く68ということは22度ということで、ここは22度で、ということは今度このここの角度は、90から68引くと22、まあ、先ほどのここも22だから平行線の錯角でも出ます。でも、もともとこのここは68度折り曲げたところだから、68から22を引くとこの CBE が出ます。68引く22、つまり46度と。